番ニアに山岸選手、その後ろに佐藤選手、そして非常に人気をかけたところの攻撃が出てきましたね。今度も佐藤も山岸、おー、ちゃんとスローイから今度の折り返し、山岸はフルスパイクのコンボスコア山岸0対2、3連戦の初戦福岡高校に2点リードです。見えてましたし、このラストパスも非常にボールを跳ねてましたから、はい、右足押さえて打ったアビスパ福岡3試合ぶりの勝利、連敗2でストップ。